の皆さん、おはようございます。いよいよスーパーフォーミュラのフリー走行が始まっていきます。この後9時からスタートいたします。スーパーフォーミュラフリー走行、ほぼ全チームの予選が成功に変えてあります。予選におきまして各マシンが時間を受けていくという時間になります。そして9時からの1時間、本番もスタートしてまいりたいと思います。スーパーフォーミュラ、スタジオではですね、会長をお願いいたします。松田さんに来ていただいております。松田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして実況中継からお送りしています。最終的になりましたね、松田さん。そうですね。昨日もね、フリー走行ありましたけど、若干の風向きが、昨日は逆に最終コーナー側から風が吹いてたんですけど、はい、今日は1コーナー側から最終コーナーより吹いてた感じですね。海からこう流れてくるような感じの風という感じがしますけれども、はい、それでも昨日本当にね、昨日は暑い一日で40度を超えるぐらいまで、今日は、はい、あったというそんな報告を受けましたが、天気に恵まれるというのはね、なんといっても前回の、第2戦のオートポリスの大会、九州の大会が残念ながら、交通事故のため中止になってしまったということがありましたので、ぜひ週末予選決勝といいお天気ですというのは我々関係者みんな思ってたんですけど、なんとこの週末はいけそうですよね。そうですね、日曜日もね、若干天気心配されましたけど、天気予報ではね、いいお天気で、決勝レースも、ね、行われますからね。5月最終の日曜日という明日なんですけれども、曇りそして晴れと晴れ間も覗くような感じで明日は決勝が迎えられそうです。さて5月の大会ということで、蔵王の方を見ますとね、若干こう断雪がありまして、この雰囲気もなかなか最近の大阪方が秋の開催の時には味わえなかったなと思ってもういるんですけれども、今回は5月の大会、スケジュールが変わったことで、いろいろと皆さんも楽しみもね、違っていると思いますけれども、今回は松田さん、はい、ニューカマーがまた一人登場しましたね。そうですね、ヨーロッパの方でね、活躍しているドライバーですけども、キックスム選手ですね、すごく楽しみですし、昨日いきなりこの走を初めて走って、はい、ほぼ遜色ないタイムを出しているというのはちょっと驚きですよね。全く経験のないスーパーフォーミュラのマシン、全く経験のないこのサーキットで、いきなりトップと遜色ない、これは相当なポテンシャルがあるならというのは、昨日の段階でも確認されたわけでありますけれども、そのダニエル・ティクス、今回は15号車のデトルのカラーリングマシンで、今日と明日、この2日間、今回の大会、それから次回の富士もですね、また参戦をするということも聞いておりますので、非常に楽しみです。高速道路になりました。時刻が9時を回りました。2018年全日本スーパーフォーミュラ選手権の第3戦となります。スポーツワールド速報、それではフリー走行を見てみましょう。改めまして会社は松田美宏さん、そして今日ディレクターでお送りしていきます。皆さん、ディレクターのリポートは高橋二郎さんに受けていただくことになりますので、この後また以上のロビオの、そして各チーム状況なども伝えてもらおうと思います。さて、今ちょうどこの、まずですね、一つ、デンマークコーナーズカップの速報があった後、ここからスーパーフォーミュラに入りますけど、まだ多くの時間はやっぱり朝というのは少し残りそうですか。そうですね、基本的にやっぱり、今日から風がやっぱり吹いていますので、やはり、どちらかというと風が強い時は、地獄にやっぱり残っても、頭いいですね、そういった形になってですね、だからそういった意味では、Thank you.
Thank you.
先ほどの運輸層を用意するのは極端なものなので見事なんですが、ここは気になっていて、山下県だね。
感じじゃないかっていうぐらいいっぱい走ってますね。逆に言うとね、もう若い時にあんなにいっぱいレースができるっていうのは羨ましいですね。
はい、スーパー、だったと思います。